談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品とお芝居について語っております。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。明けましておめでとうございます。昨年に引き続きプロデューサーズを思い返しております。吉澤さんが喉の不調からの奇跡の復活からの奇跡すぎる覚醒に驚くほど惚れ直して帰った回から一夜明けまして、吉澤さん15回目のレオ、11月28日土曜日マチネお昼公演です。登場ツヤパカレオくん、これでもかってぐらい横分けのパッカン、気合の現れを感じます。で、体の前の面でペチャッとドアに張り付きまして、深呼吸はふって一切吸ってない、多分吐いてるだけ、苦しくないんでしょうか。お目目パッチリで可愛いからいいけど、でさすがに上の方の穴はキャーって言って、女子の悲鳴、可愛い。でブロードウェイプロはまたすでにいる定位置から詰め寄ってって、最後あーってなってます。無計画すぎん。前回もすごいよって最後あーって言ってたので、もうわざとですね、計算してろって言われてはいっていうのしょんぼりのことが多かったんですが、今回は無です。なんか自分を殺して生きてきた人の感情のないはいっていう感じです。いやいやいや、屈折した芝居の真骨頂がちら見えしてしまいました。うまいですよね。これは一朝一夕には出ない屈折ぶりですよ。さすがです。で、ブランケットは後ろに落ちたのを拾う動きをしたのに、上に舞い上がってしまうミラクル。さすがミラクルレオ。ヒステリーは止まらないの掛け声がすんごい楽しそうで、で、腕を上下だけじゃなく上げてから振ったり、斜めに振ってみたり、で、水をかけるところも、あい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 、むちゃくちゃいい感じにうるさいです。で、椅子に座ってるとき、結構ガバッと足開いてるんですよね、レオくん。これが、おとなしそうにしてるけど、実は、腹黒いというか、俺だって本当はみたいなぐるぐるな気持ちがある感じだなと思ってて、大野レオを見てきたときは、机の下の足もぴったりお膝を揃えてて、本当に、見た目通りのピュアなレオくんという感じで、ここの辺もね、二人の違いが面白いなと思いました。ね、作戦を考え中、手をグーにして鼻をトンと説明するときすごい嬉しそうで、うふふ、というか、言ってます。で、キープの手は手前に引きました。この前の差し出すのはサービスでしたね。で、歌になりまして、二人ならって肩をバン。この間は可愛がってる感じの肩ポンでしたが、今回は男同士、ウェイって感じの肩パンですよ。で、レオくん、昨日の今日なんで、と思いましたが、今のところ標準ぐらいの調子かと思います。ああ、よかった。で、無理無理無理っていう動きがオーケストラにぴったり合わせて本当にチャーミングで、いや、こういうところがあるとね、音楽と一緒に舞台で生きてるっていう感じがすごくうまく回ってて、幸福度天井知らずです。こういうのやってみたらって誰かアドバイスくれたりしてるのか、いろいろ稽古の時から試してて引き出しが増えててトライしてらっしゃるのか、誰かがやってるのを見てやってみようと思ったのか、わかんないけど、すごくいいですよね。毎公演毎公演、いいです。で、会計事務所に帰りまして、ここのソロ曲の歌い出しも大成功。プロデューサーセットをすごく嬉しそうに抱きしめて出てきて、ああ、最高だと思いました。こう、ただね、取り出して持ってくるんじゃなくて、もう宝物っていう感じで、抱きしめて出てくるところに、キュン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 ギュンギュンです。で、歌が切り替わるところ、歌の前にピッとポーズがお見事からの、とても大切なものっていう感じのサーディーズの言葉の立て方。綺麗で、ステッキのくるりピタっていうのも大成功で、お膝チャキーンもくっきりで、ああ、本当によかった。で、歌の前もですが、ダンスに入ってもピッと止まるところ、ピッとしてて、
秀逸で、グラスを受け取る手左なのですが、一旦右手を出してあってなって左でもらうところもむちゃくちゃ可愛い。もう終始ニッコニコだから全然もう満体ご機嫌です。奥に向かうところも腕回していくとこもぴったりで、なんて見事なシーンなんでしょう。やることめっちゃあるのにすごい。でちょっとドキドキして待ってた止めてのところ、止めて、まあいいかと濁しました。ザ濁したという感じです。なんか違うことを言うんでもなく、ここの下りをすっかりやめるんでもなく濁したっていうのが、ちょっと後で考えたんですけど、いいなぁと思いました。この昨日のことをなかったことにするのではなく、代わりを差し出すのでもなく、なんかね、ちゃんと正面から受け止めて受け入れて、これを自分の一部として合わせ飲んでいくぞという気概、まあ、ちょっと勝手に考えすぎかもしれないですけど、そういうとこが本当に好きなとこだなと思いました。この後栄一を一年見た今思うと、本当にそういうところも渋沢栄一さんとシンクロするというか、ね、うまくいかなかった時があっても、それをなかったことにするんじゃなくって、それを踏まえて逃げず、それも含んで励んでいくという感じですよね。いやーすごい、いやー好き、元旦から言わせてもらいますけど好き、好きです。さてそんな大好きなレオくん、この次ですね、僕はっていうのが鼻息荒い感じの間があって、先に進むんだっていうのがすごく強くてよかったし、のショービズという言葉を低めに丁寧に言うのを初めて聞いた気がする。これもすごく良い。ね、なってやるぞの最後のとこですね。声が出まくってて、わーいでした。よかった。で、マックスのオフィスに戻りまして、気が変わったんですが強めで、聞いてが急にソフトで、またキュンとさせられちゃう。で、台本を探しながら、なんかボンと置くときに勢いが良すぎて、ピザの箱に引っかかったのが可愛かった。直してました、ちゃんと。偉い。なりたいよ、プロデューサーのリプライズ。だからが低くて強くて、声の安定感。素晴らしいです。もうすっかり息ぴったりのコンビで、この二人でね、肩組んで歩くとこの折り返しで、珍しく吉尾さんが一歩違う足を出したんですけど、もうすっかりミュージカル舞台慣れしたスターなレオくん。慌てず騒がず仲良く履けていって仲良しでした。というところで今日はここまで。明日は続き見ていきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。